隠してやるわ。なんだそれ急にネタ動画を2本上げたんですよ。上げましたね。どんなコメントが来るんだろうと思ってさ。まあまあまあ、ね、あ、初めて見た ネタですとかさ、はいはい、どこどこのボケが面白かったですとかさ、まあまあそういうのがあればな、期待してたわけですよ。おう、もう西田のハゲが気になりますみんな、いや気にすんなよ、みんな500件ぐらい、いやまあ来るけどね、ハゲんのやめてくんね。いやそれ無理だよ、俺のせいじゃないもん何それ、俺のせいじゃないあんたのせいでしょ、ハゲてんのあれ、太ってる方くっそハゲてる、なんだそれ、西田のハゲ具合をみんなで見てやろうぜ西田が右を向くたびに何かが光ってる西田がおしゃれなヒップホップで出てくるのムカつく、関係ないだろそれ今ハゲとアップで横向くと笑えないぐらいハゲてんな、うるせえよそいつ西田口の中でちょっと溶かしたキノコの山みたいな頭しとるじゃない、なんだそれ西田って塾のチューターとかにいそうそれは知らないよで来てるんですよ、俺はそれは知らないですよで来てるんです、いや最後なんでチューターのやつ読んだんだハゲで統一しろよコメント読むの、来ちゃってるから隠そうよできる限りさ、あーハゲを、うん、みんなが気にならない程度にさ、まあまあまあね、一回隠そうよ、気になってるんでしたら、何から行く、まあ、マッキーってのもマッキーは出したろお前、裏写りしないって、ちょ裏ねえよ俺の頭にちょっとあなた自分でめくっておいて、このとことかね、すごいなお前、ちゃんと普通に書くんかい、ここいらないよね、このスペース、ここ本来いらないんだよこの三角、バミューダトライアングル、いやここで船がめっちゃいなくなるやつそんな海域ないだろ、ここいりませんと、こっち側もですねってことは左右非対称ですね、いってえな猫ちゃんなんだ猫ちゃん、いってえのよペン先、ちょっと増えた、増えたの、増えて見える、ここ気になってないだろ別に、ここらんじゃない、ね、ここ別に気になってない、そうでしょただ落書きするだけじゃんここ、でも生えてた方がいいよ、ほらここ別に普段関係ないでしょ、ほら多い人じゃん、ほら もうちょい小顔にしてもいいよね、小顔関係ないだろ今、いやいやなんでこう小顔って何どこなってんだよ今、向こう、あ向こう、もみあげないよ、めっちゃ塗ってんじゃねえかお前、おい、もみあげがないからあなた、行って行って、もみあげあった方があの小顔に見えるだよ、だよってなんだよ、ほら小顔な、どう、ほら小顔になってんだよ、いや別に小顔関係なくない、今小顔向いてみ、ほら、お、すごい、すごい小顔になってんの、ほら、オッケー、うん、おいで、これで漫才した方がいいじゃん、なんでだよこれね、何それ、ぽっちゃり人形の絵が描いてある、それ何なの、もっとプラン考えて、髪の毛の、確かにね何のプランもなしにやってたんか逆に今だからそのでもここプランもクソもないのよ、もうハゲてんの、ほら、すごい、何のスプレーだよそれ、もうつむじどころの騒ぎじゃないもん、こんなのカバとかが集まって水飲むとこなの、これなんだそれうわ見せてきます、うわこれ楽しい、くっせえこれ、自分見て、いいね、書かれてる、冷てえのよ、もう頭皮に色つけてるだけでしょこれ、要は目閉じてね、あー冷た、おぉ、どこまで塗ってんだよこれ、おい顔ちっちゃ、どこまで塗ってんだよこれ、顔ちっちゃでしょ、ちょ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 、モデルさんじゃん、顔ちっちゃいとかの問題じゃないだろこれ、モデルさんじゃんよ、光沢があるぞここにお前ゴキブリみたいな光沢ができてるぞ、垂れてきてる、垂れてきてる、どうか垂れてきてる、ホストみたいな前髪になってきてる、ちょちょちょお前よくないぞおい、食べてるみたいな、なんでだよこれはこれで一本垂れさせていいわけないだろ、垂れさせてるみたいな感じ、さあ冷た、
もうルパンみたいなもみあげできるんだから小顔なんだよ。かっこいい。もう高架下の壁じゃないんだよ俺マジで。かっこいい。めっちゃかっこいいよ。かっこよくはないだろこれ。ほら、あもう全然じゃない。ああ忘れてた。なんでだよ。ああ冷たい。おでこ気持ち悪いな。気持ち悪いなこれ。ヘアバンドしてるみたいな。それなんだろそれは。これは。金にできるし1日だけ。いい金とか。これどんな感じなんだろう。あ泡だ。うわ。で？こういう髪流行ったよな一時期。なんかね一部だけ金みたいなですね。うん。なんかうんこ鳥のうんこみたいな。つけんな鳥のうんこ。おでもほら金になるよほら。すっごい出したなお前。大丈夫か。そんなビニール袋でいく？どうなってる？すごい髪が金になってる。なってる？うん。気持ち悪い。何こいつ。これで俺はどうすればいいの？これをやられて。あでもこれでも言われないよ。いやこれで言われないとしても他のこと言われるだろう。これは。でもさ、もうさ、ここまで来たら、うん、あの、こっち見て、あの、ハリウッドのヒゲつけようぜ。ちょっと一回呼吸させて。毛という毛を増やしとこう、もう言われたくないからさ。なんでだよ。眉毛関係ないだろ。こっち見て。ほら、もう。めっちゃかっこウルヴァリンじゃん。いや気持ち悪いんだろこんなやつ。見たことないよこんなやつ。俺の腕が試されてるなって言って。俺の腕が試されてるな。入ってこないだろネタこんなやつがやってても。ガリガリメガネさんはデブデブラガンでしょどう見ても。いや金髪キモい豚だろ。何やったんだてめえ。おい金髪キモい豚って言ってんじゃん。いやでもどんどんかっこよくなってるから。もう二重もしっかり二重にしよう。ここまで顔濃いならもう。いいね。でも往年のこの涙袋にしてこっちも。もうめっちゃかっこいいよ。2年寝てないホームレスじゃん。もうちょもういいよっつって。もういいよ。よくねえだろ。よくねえよそれバカ。ここら辺がもうねパリパリになってきてる今。キャバ嬢。何なんだそれお前。お前が何なんだ。だから言ってんじゃねえかお前。入ってこないよネタがあって。ということでいいですかこれで、うん、じゃあもうこれが完成形ということでいいですか、うん、だからかっこいい感じしようよそれで。あいいじゃん。向こう向いてとかして。気持ち悪いこの角度。この角度気持ち悪い。もう二度とハゲって言うなよ。言うよお前多分。ハゲって言われなくても他の別称がつくだろう。不別の言葉がお前。不別の不別の言葉が増えるだけだよ。新しく不別の言葉くれるなよ。